はい、じゃあお腹すいた。で私も昼ご飯食べてないし、朝ご飯もお菓子しか食べてないからお腹すきました。今日はベジタブルな鶏肉弁当です。牛肉か迷ったけど、ちょっと正月食べ過ぎたから鶏肉にしました。こんにちは、お腹減った。いただきます。なんか久しぶりやな、ショールームするの。よいしょ。今日 TikTok 投稿します。そして明日は何の日でしょうか皆さん。うん、わお、やっほー、やっほー。あっ、鴨倉行ってきてくれてありがとう。明日お給料日はリアルすぎるやろ。明日は、あ、じゃあ金曜日よな。よ、はい。明日はラジオの日です。うん、読んでください。ね。いつか。ちょっとスタッフさんにお願いしたいね。マネージャーさんに。うん。明日はラジオの日です。ラベグルメつつぼし。ぜひ皆さん見て聞いてください。19時からです。うん、歩いてるの？あ、歩いてはないか。鶏肉。そうです。次は相方のはるか。ちょっと明日中に編集しなきゃ、動画の。うん、ハルの様子です。シオンが隣に来た。半袖ちょっと寒いからジャンバー下に羽を引いてる。でもリハしたからそんな寒くないかも。シオンショールームしやんの？私は終わってからする。あってからか。ここで食べる。いつもここで食べてる？いつも。あ、最近めっちゃここで食べてる。なんで？充電しながら、なんかあっちって、うん、携帯見たいときに充電したかったら、うん、あっちあのスペースがないから。確かに近いし。なるほどね。ここは人いないから。まあ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 。来たで。なんか人おらんって言ってるときに来たで。何？モルカが来ました。暇やから来た。暇なん？うん、え、あれかわいい。それかわいいでしょ。衣装、衣装、今日の声の髪型決まってない。コーンロー。コーン？コーンロー。何それ？あの、もう全部こう編み込んで。似合わん。絶対似合わん。想像して笑っとんやん。レイコちゃんって来てるわ。レイコちゃんだよ。レイコちゃんだって、みんな。うん、すごい、こんな引き白ご飯引き詰められてるわ。今日公演か。ゆずさんの誕生日や。そうです。バスで。うん、うん、もう1月中旬。エモス T シャツ着てるねん。ね、二十歳の時何してた？みんなあれやん、もう超えてるやん、ちゃんと二十歳。うん、うん。
ロクレレンジあんねんけど、私あんまお弁当温めへんねんな。え、カボス？これ小さすぎ。こん箸やん。私のめっちゃさ、ちゃんと綺麗なさ、カス入れられてるやん。カス入れられてる。食べるカボス？え、なんか絞ったり？うん、確かに取りやもんな。肉にキュって絞った。もう食べたん？食べた。はよ。鶏？うん、鶏。肉は全部食べれる。牛、豚。うん、大好き。十四日の公演来てくれその方。え？なんで？え？なんですかこれ？着色しちゃってんねん。え？なんで青色これ？美味しそう。ココス。何が？ココス。ココフ？うん、いちごパフェ。でもいちごいらん、チョコだけでいい。うん、なんかだからあのビクドンのパフェで一番いい。落ち着け、ダメ、落ち着けじゃないわ。あ、落ち着けか。そこに座ってるんですか。DMM で見る。なんでここじゃなくて、ありがとうですか。ここの方が近かったわよ。ここの方がいいじゃないですか。なんでよ。だって真ん中やから。まず真ん中。立ちたいと思う。シオの独占力が発生してます。私と向き合いたくないところですね。うん、だってなんかイヤホンしてるやん。イヤホンするから今からするます。なんて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 。うん、パプリカ美味しい。え？絶対嘘やん。14日大丈夫かな。14？ ああ。いや、もう何も覚えてない。悪い。何も覚えてない。昨日ちょっと踊ってみたけど、ポジションがちょっと怖い。うん、念仏踊ってみたけどちゃんと踊れたから、うん、念仏踊れたら意外と全部踊れそう、うん、間違いない。昼夜っていうのかな。な、もうやばいよな。なんで昼夜にしたん。鶏肉弁当です。昼夜か、結構大変よな。うん、あの公園体力が間違いない。うん、でもこの前反省会結構多かったよな。うん、早め時間あるな。楽しみにしててください。日替わりが多いんでね、初日とコロ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 いろいろことが変わります。そうよ。誰が何をするのかお楽しみにですね。プレゼン企画も変わりますよ。田中で何しよう。田中で何しようかな。うん、この前ガチャガチャした。何のガチャガチャした。全部ご飯にしてみた一回。わあ。明太子、うん、ロッテ、うん、あのコアラのマーチとか、うん、あとなんかポテチみたいなやつと、うん、コーヒー。
狙い当たった、当たったんや、ちゃんと、うん、トップも当てたし、なんか明太子も、うん、1個じゃなくてちゃんとこうやって並んでるやつがよくて、一本一本箱にめっちゃ並んでるやつがよくて、うん、それやったら何でもええわと思って、うんうんうん、意外とその日引き運良かった。へえー、いいやん。このだってさ、たまごっちさ、うん、やっと見せれるわ。たまごっち、たまごっちめっちゃあるやん。そう、これあと何回引いた思ってんの。もう3000円分ぐらい引いたなんか来たわ DM で、え、猫ちゃんみたいに3000円流れちゃいましたか、溶けちゃいましたかみたいな。そう、このね、水色と、うん、このピンクのこれ天使っちシリーズやねんけど、うんうん、これがもうずっと欲しかって、うん、全く出んくてさ、うん、でも10回ぐらい回してようやく出たの。あるよな、うん、うちもアーニャの片ずん、うん、全種類出したくて、うん、めっちゃ消えた。夜さんがめっちゃ出んねん、あ、女の人な。でアーニャが全然出やんくって、うんうんうん、めっちゃ葛藤したもん、そうやね、うん、うわあと1回やるかやらんかって、うん、そうなんですよ、うん、アーニャになったらさ、もうさ、うん、この色がさもう決まってんねん、うんうん、アーニャったらピンクとか夜さんったらオレンジとか、もう出た瞬間悲しくなるよめっちゃベッキーで分かる。ベッキーとルさんがいっぱい出た。うん、確かにガチャガチャ専門店増えたよな。うん、ちょっと梅田に行かなあかんかったのにさ。そうやね、だからもう大好き、そこに行くのが。やっちゃうよね、マジで。さ、プロフィールに書くの忘れたのが悔しい。無理やったん。あ、そう、うん、ガチャガチャが趣味です、この人。ガチャガチャ大好き、大好き。私も最近ガチャガチャ趣味かも。ガチャガチャと、うん、お店行った時にレジの横にある名刺集めんの趣味。へえ、うん。名刺はなんで集めんの。なんか行ったっていう証拠になるやん、うん、ご飯屋さん行ったって、うん、今までさデータでよくいいなと思って、うん、自分のインスタがもう自分が行った記録みたいな、うん、なんでだけど、やっぱ紙で欲しいなと思うよ。だってなるほどね、名刺の箱みたいに入れていくのがめっちゃ好き。勝手に名乗れるやん、んこのお店のものですってそれはあかん。名乗れるやん。ごちそうさまでした。お腹ポンポン、食べ終わったね。髪型ないしょかな。ああ、それな。みんなウサギヘアしてるもんな。ウサギヘア、あ、私は見たらしやったか、見たらしやってたな、うん、でも意外と邪魔じゃなかった。あ、マジ、うん、迷うな。でも今日はちょっと可愛い系の気分じゃないねんな。じゃあコンローですよね鼻水出るからやめて、マジで。じゃあそういうことですよねそういうことではないですよね皆さん。違う、コンローでユニット衣装おもろいな面白すぎやろ成人式でやった人いるで、うーんあと確かにな、成人式には似合うんかな。そういう女の子、男の人男の人やったらいいや、うん、うん女の子で成人でやったいかついで、うん、なあ、ちょっと不安なことがいっぱいあるわ。不安の、まず昼よりやな、うん、間違いない。で明日も心配や。明日な、できるか。明日は心配やわ、うん、ああ、どうしようかねえ、何をやる明日は。明日は今さっき言ってたのは、うん、とりあえず変更したところやって、うん、でステージで頭3曲やるから、うん、後半ブロックだけ通そうかなと思ってる明日は、うんってことうん、でアンコールもみんなできると信じ、そうなんでやねんとかはやるけど、うん、アンコールもでいいな、できることを信じて、まあ、後半ブロックだけやろうかなぐらい。なるほどね、うん、です。
聞いてないな絶対。聞いてない。いっちゃん聞いとかなあかんのちゃん。明日後半ブロックだけやるかも曲で。練習ですか。そう。練習を後半だけ。あと日替わりのところ。めっちゃ。やってきます。うん。みんなでやらなあかんな。うちもやらない。やばいわ。で、あと打ち合わせ。そう、打ち合わせのこと忘れた。あ、なんで、もう。やばいわ。覚えてますか。覚えてますか。フリー覚えてない。覚えてるわけない。フリーっていうか立ち位置が覚えてない。立ち位置がやばいな。今日寝る前に見よう。確かに。うん。全然特にない。こんなにな、覚えてられへんよな。うん、2回目がいっちゃん怖い。次のゴリラ誰って言うわけないやろ。ここで言ったらみんな怖いやろ。もうユミナでええやん、ずっと。なんでなん。もうマジで、あの途中で、あの可愛いゴリラしだすからやめてな、恥ずかしくなって。そんな似合わないんですか。おーい。なんか後ろスクリーンでしおりさん映す。この日頑張ってな。いやマジでそれな、やばいよな。この日が一番頑張ってな。みんな。それどうなるんですか。あれ知らんねんな。これはが、なるほどね。そこに入る。なるほどね。これは知らん。あ、あれにする。あのここから出す。私もですよ。あ、そうや、あなたもや。なれへんな。誰か隣のレイコちゃんとシオンがいる。ああ、なんで離れそうな、ここで希望できたかも。私の、わからへん。なんでシオンってな、ちょっとずれてるよな。なんかツーリーとか通じんねんな。誰やねん。何の会話です。紳士のゴリラ見てみたいでわかるわ。ここ。すごい早っ。そう、赤くなった。そろそろ終わろう。今日もしかしたらインスタに1個投稿するかもしれません。昨日投稿そう見てたら寝ちゃってん。昨日投稿しようと思ってたもの爆睡しちゃってごめんなさい。で寝たん。分からんよ。一番私が聞きたい。なんで寝たん。目覚として意識なさすぎ。おい、寝させてないやろ。寝させてよ。寝させて。意識をどこに置いてきた。何年目やねん。もうみんなに信じられへんって言われてるやんか。信じられへん。信じられへん。裏切ったことして、もう。ごめんなさい、寝ちゃいました昨日。起きたらごめんなさいちゃうやろ。社会人としてどうやねん。寝ちゃいました、ごめんなさいで仕事を放棄するってのはどういうことなんですか。じゃあ警察なんで言うねん。ごめんなさいで済んだら警察はいりません。それはそうやけど、法律はなんでやるねん。じゃあ11時に起きてんやん。11時に投稿しようか見ちゃうってんけど、11時ってもうみんな寝るしさ、そう伸びひんし、あと今投稿したら絶対見してろやんっていうコメントしかごやんなと思って。なるほどね。やめました。なので今日2回投稿できたらしますね。えできんかった、明日の朝忙しいやん、ファンの人が。1年に1個でしょ。忙しいやん、ファンの人が。舐めてんのか。最悪明日2個やな。何2個は変わらんのよ。じゃあ今日でしよう。あいかい。おい、ちょっと考えますわ。そう、よし、ランキング読みます。メイク行きます。いってらっこ。13位、平野兄さん。12位、朝マックさん。11位、まこっちゃん。10位、サムさん。9位がマスさん。8位がまみちゃん。7位がひでひで。6位がコジ。5位がルートくん。4位がしんのすけさん。3位がボスさん。2位がトニさん。そして1位はガンズンでした。ということで1位はガンズンでした。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。ということで、声を突然やってくる公演、
久しぶりなんで2023年一発目か、楽しんではっちゃけていきたいと思います。ではバイバーイ。バイバーイ。終わらせる気はないです。終わりじゃない。バイバーイ。あーダメダメダメ。おーいダメです。バイバーイ。バイバーイ。え、これどうするんやっけ。配信中。